おはようございます、こんにちは、こんばんは。レビペンです。今回は最近実装されたモエフレームヤレリの入手方法をまとめていきます。ヤレリはクエストウェイブライダーをクリアすることで本体設計図を入手することができます。クエストウェイブライダーの前提条件は金星まで進出し、金星のオープンワールドを開放するクエストボックスソラリスをクリアする、この2つだけです。ボックスソラリスについては以前の動画をご覧ください。ギアアイテムで K ドライブが必須なので、 K ドライブランチャーをギアの一番最初の部分に入れておきます。K ドライブを作成していない状況でも K ドライブランチャーを起動することでモッドを入れられない初期の K ドライブに乗ることができます。 K ドライブの作成方法は後で説明します。アークウィングランチャーもギアに登録し無限化しておくと移動するときに便利です。詳しくはアークウィングのクエスト動画をご覧ください。ギアアイテムの出し方がわからないという場合は基本操作解説動画をご覧ください。ウォーフレームヤレリの本体設計図はクエストで入手できますが、パーツはクランから入手します。流れとしてはクランに加入する、もしくはクランを作る、クランの施設に入るためにクランキーを作成する、クランの施設クラン道場に入りバッシュラボという施設を作り、資材を投入してヤレリのパーツの設計図を作り、パーツの設計図をコピーして製造するといった流れです。流れを図にするとこんな風になりますね。初めて道場を作る場合は追加でオラクル、天のラボ、そしてリアクターや十字コネクターなどを追加で作る必要があります。なるべくすでにあるクランに参加するのがおすすめとなっております。今回のクエストは自前の K ドライブを制作し、 K ドライブのモッドを入れることでクエストの難易度を大幅に下げることができます。ということでレースをしてベントキットのチーポイントを稼ぎ、K ドライブを作っていきます。レースが開催される場所は毎日ランダムですが、通常の状態だとレース開催場所が見えません。しかし K ドライブに乗った状態でマップを表示するとレース開催場所が紫色に表示されます。紫のアイコンの場所にいるベントキットに話しかければレースを開始するためのゲートができます。ゲートに K ドライブで触れればレーススタートです。レースは K ドライブに乗った状態で全ての赤い丸に触れれば OK です。 K ドライブから落ちようがアークウィングを使おうが、K ドライブに乗った状態で赤い丸に全て触れれば OK です。これを繰り返すことでベントキットの地位を稼ぎ、自前のボードを作れるようになります。1回で3600ポイント以上稼げるレースをマップ上にまとめておきました。これらの地点のレースでゲートを全てくぐるだけで効率よく地位ポイントが稼げます。ベントキットの地位ポイントが貯まったら自前のボードが作れるようになります。ボード、リアクター、ノーズ、ジェットのパーツをポイントと交換し、パーツの設計図を入手します。パーツによって性能の差はないので一番チーポイントの安いものを交換しておきましょう。そして自分の筆のファウンドリーにアクセスします。モジュラーのタブから先ほど交換した設計図を選択し、 K ドライブのパーツを作っていきます。パーツ自体は1時間ほどで完成します。材料を入手するには一部採掘を行う必要があるので、採掘のやり方がわからないという場合は過去の動画をご覧ください。ヘスペロンはマップ左上の地表でよく取れます。パーツができたら回収し、ベントキットのところで K ドライブを作るを選択、出来上がったパーツを選択し右下のボタンを押せば作れます。 K ドライブはモッドを入れることで性能をアップすることができます。K ドライブのモッドはベントキットの地位ポイントと交換して入手します。今回のクエストでは地位を中立、金ピカ、誰かさん、やべえやつと上げていくと攻略の難易度を下げるモッドが入手できます。ベントキットの地位ポイントを稼ぎ、地位を上げるには地位ポイントをまず限界まで貯めましょう。その後ロッキーに話しかけて地位を上げるを選択すれば OK です。特別なアイテムは特に必要にはなりません。モッドはエアタイム、マグロック、インテリア、ダンプナーズ、ベネルド、ホバードライブ、この4つのモッドを入れ難易度をかなり下げることができます。今紹介した4つのモッドをフル強化し、全てのモッドを入れるにはややコストが厳しいです。フォーマーやオロキンリアクターをうまく使うと全部入れることができます。フォーマーやオロキンリアクターについてはモッド解説動画を見ていただければ使い方や効能がわかります。 K ドライブにモッドを入れるにはアーセナルの一番右のタブに切り替え、 K ドライブを選択すれば OK です。クエストを始めるにはコーデックスからクエストへアクセスします。始めるとメールが届きます。その後金星のベントキットの場所に行き、コンテキストアクションで一番上を選択すれば OK です。ちなみにフォーチュナーに入った後メニューを開き、
ファストトラベルをすれば一気にロッキーのところまで行けます。話を聞いたらウェイブライダーの漫画本が渡されます。そして K ドライブでクリアすべき課題が提示されます。5つの課題をクリアできればページがアンロックされ、ウォーフレームヤレリの過去が明らかになり、クエストが進行します。課題の進捗具合はオープンワールドのミッションでメニューを開き、ウェイブライダーを選択すれば確認ができます。課題を5つクリアし、ページがアンロックされたら自分の船であるオービターに戻り、コーデックスのところに置いてある漫画をコンテキストアクションで読めます。読んだら次の課題が出てくるので同様にクリアするという流れです。ページ数は全部で5つです。ではここからクエスト課題の攻略方法をまとめていきます。今回のクエスト課題の中でおそらく一番手こずるであろう課題、トリックコンボのポイントを2000ポイント稼ぐという課題からまず攻略していきましょう。うまくすればトリックコンボを20秒維持するという課題も一挙にクリアができます。 K ドライブを作り、 K ドライブモッドを挿して場所を整え、操作を覚え込むことが攻略のヒントとなります。場所は金星のオープンワールドに入ってすぐの左後ろにあるパイプを使います。では重要な操作を5つほどまとめていきます。まずは K ドライブのダッシュです。 K ドライブはウォーフレーム同様ダッシュ状態に入ることができます。ウォーフレームが両手を後ろに向けた時ダッシュ状態になっています。ダッシュ状態に入ることで勢いがつき、他の動作にもつなぎやすくなります。お次はジャンプのチャージです。ジャンプボタンは長押しすることでチャージし、より高く飛べるようになります。比較するとこんな風になります。レールに乗るときにしゃがむボタンを押すとグラインディーができます。レールに乗るにはダッシュ移動してジャンプ、もしくは高いところから落下するのが良いでしょう。グラインディーをするとレールやパイプの上を滑ることができます。しゃがむボタンを押し続けつつ前に向かって移動を入れるとさらに勢いがつき、滑りを維持することができます。そしてこのグラインディー中にもジャンプのチャージができます。グラインディー中のジャンプチャージによってパイプをうまく利用できるようになります。お次は空中で前に移動を入力しながらエイムボタンを押す動作です。一番簡単なトリックの動作なので覚えておきましょう。そして最後は空中での方向転換です。これがかなり重要です。難しいので練習してみましょう。まずは K ドライブを出してジャンプのチャージをして飛び上がります。空中で視点を真後ろに持っていきます。パソコンではマウス、それ以外では右レバーで視点が移動できます。視点が移動できたら前に移動を入力しましょう。この動作を先ほど紹介したグラインディーの後にやるとパイプをフル活用することができます。ダッシュ、ジャンプのチャージ、グラインディー、空中でのエイムボタン、そして空中での方向転換、これら5つを上手に使いこなすことでポイントをかなり稼げるようになります。細かくいろいろ説明しましたが、実践ではどうするのか流れを解説していきたいと思います。まずはジャンプ長押しでチャージをします。飛び上がったらエイムボタンを押して回転を決めます。パイプの上にしゃがむボタンで乗っかります。これがグラインディーですね。この時前に移動を入れておくと勢いがつきます。パイプの上を滑っている最中にしゃがみボタンを押しつつジャンプをチャージします。そしてジャンプをして空中でエイムボタン、右スティックやマウスで視点を変更して進行方向反対側を向きます。そして再びしゃがむボタンと前に移動を入れてグラインディーを決めていきます。あとはグラインディー中にジャンプをチャージして空中で進行方向を逆にする、そしてまたグラインディーをするというのを続けていくのが大事です。流れを図にするとこんな風になりますね。この方法ならばコンボの時間を稼ぎ最大3000ポイントを稼げるようになります。ただし慣れるには時間がかかるので要練習となります。すべてのページの一番上に1回のレースで一定ポイント以上稼ぐという課題があります。この課題は先ほど紹介した場所のレースに参加しゲートをすべてくぐれば簡単にクリアができます。お次はページごとに設定されているトリックという動作を行う課題です。1ページ目のコプターは空中で移動を前にしながらジャンプボタン、2ページ目のフロントサイドロールアウトはエイムボタンと右に移動を同時に入力、
フロントサイドクラッチは射撃ボタンと右に移動を同時に入力して着地前に離す。3ページ目のノーズプランカーは前に移動しつつエイムボタンを緩和し、バックサイドスカイロッカーは射撃と左入力をしている間にエイムボタンを押し着地前に離します。4ページ目のバックサイドクラッチは射撃と左入力を同時にして着地前に離します。テールサイドクラッチプリンカーは射撃と後ろの同時入力中にエイムボタンをします。着地前にエイムボタンを離しておきましょう。ページ5に記載されているテールスピンジャは射撃と後ろの同時入力中にジャンプでできます。どのトリックもダッシュ状態で前に進み、ジャンプして指定された動作を空中で行い、着地前にボタンを離すことでクリアできます。グラインディはポイント稼ぎのところで説明した通りです。スラムショックウェーブはジャンプしてしゃがむボタンを2連続入力します。2回目のしゃがむボタンを長押しすることで発動することができます。連続入力はタイミング早めにするとうまくいきやすいです。しゃがむしゃがむ長押しって感じで入力すれば OK です。敵を集めておくと難易度が下がるので、ボーバンの4番目のアビリティを長押しすることが効果的です。K ドライブに乗っている時にセカンダリ武器を使うには武器切り替えボタンを押しましょう。ヘッドショットが難しい時はウォーフレームマグの2番目のアビリティを使うと効果的です。K ドライブで浮遊状態を5秒維持するという課題はアークイングで限界高度まで上がり、近接ボタンでアークイングを解除、そしてその後すぐに K ドライブを出せば達成することができます。ここまでがウェイブライダーの課題の攻略法です。以上の課題をクリアし、漫画を読み進めていけばクエストをクリアすることができます。ご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも役に立ちましたらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回、さようなら。